どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン8、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは池田哲也さんからのリクエストありがとうございます。川崎宗則選手作ってくださいというわけで、宗林作っていきましょう。守備特化ですよっていうことなので、まあ、とりあえず頑張っていきます。右投げ左打ちだったかな。右投げ左打ちのね、ショートで、スタンダードかな多分。まあ、間違えてたらごめんなさい。ストップ。25番。チームが、帰ってきたので、ソフトバンクですよね。だよね。ソフトバンクだよね。復帰だから。まあ、守備重視ということなんで、守備強化カードと。これでいこうかな。エラー、やっぱり、エラーしないってのは大事だから。強化2枚でちょっといってみましょう。初期状態にもよりますけど、最高。でも、ショートだからね。なかなか引きは、あ、いいね。ちょっとだから、守備補給以外はちょっとあれだけど、いける。まあ、頑張りましょう。いきます。じゃあ、まずは選手に会って。はい。どうも。いいね。走塁うまいのいいね。おっしゃ、ムジパネ。いや、赤がムジか。失礼しました。じゃあ、走力を上げて、ここでなんかできるだけ上げておきたいですね。はい。ガンガン取って。はい。よっしゃ、大回復。いや、大回復引いた時の安心感、まるで実家のような。で、これ回復。いいね、8も回復する。おー、あー、これだったらなんか、どうせ大回復踏めるんだったら、なんか、全部取れたな、青マス。ちょっともったいないな、そう考えたら。さあ行きましょう。うわー、ダウンせざるを得ない。しかしこれ、矢部くんにね、強制的に会えるから、そこは活かしたいんですよね。なーに、あー、早い。早いよ、守備なくすの。まだ俺使いたかったのに。まあ、いっか。ここででもいい絵でちょっと、はい、総力一気にアップ。おい。で、ちょっとこれいい絵で、ガンダーに会いに行こうかな。よっしゃ、会えた。はい。なんかちょうだい。プロリカード、あ、いいじゃん。これでだからステージ5は、ま、気兼ねなく楽しめますね。うん。オッケーオッケー。ステージ3。まあ、ちょっと守備カードなくしたのは痛いけど、仕方がないと、もう割り切りましょう、そこは。弾道はね、多分2ぐらいでいいと思うんだよな、気持ち。よいしょ、はい。どうだ、金縛り。ああ、いや、カレンさん、ステージ3だから、カレンさん来てからでよかった。まあ、大回復はありがたいとして。よいしょ、いただきましょう。金縛りが解けて、これ下、あ、どう、全部総力にしちゃうか。いっか、はい。ミート、ああ、いいね。よっしゃ。パワー、どうなんだろう、パワー。お、何？あ、肩が下がったか。なるほど。まあ、ここでちょっとできるだけ、おい。おぉ、ムジパネア、よっしゃ。戻ろ。これやる気がなんかあったらな、すごくなんか嬉しかったんですけど、ちょっと不調なんで、走塁 B? サクサクセスでなんかこう、B まで行くっていうのは珍しいな。まあ、嬉しいですよ。全然、こちらとしてはありがたい。ステージ4。さあ、行きます。まあ、そう、走塁が良くなってきたかな。そう、あ、ただ、守備重視って言われてるか、いう、守備型という話なんで、一応、まあ、リクエスト的には。なんで、まあ、ちょっとこっから、やべえ、マジか、初手ロックオン。まあ、いったな。まあ、シャッフルでちょっと逃げましょう、一旦。うん。まあ、最悪、プロ入りカードがあると、うわっしゃい神様。センキュー、神様。肩はこれ、あげない。守備、あー、待て、あ、じゃ、まず、パワーアップの、ほい。いいね、そう、守備アップの、はい、回復。ドッカーンと一気に、エラーしない感じ、いいよね。で、野球マン1号か。気持ちこれ3号が嬉しかったな。どこに来る？あれ？近いんじゃないか？これ、だから宝箱側は逃げないけど、野球マンは逃げちゃうから、先に野球マンに会いに行った方がいいだろう。ちょっと、よっしゃ、ギリ会えた、あぶんね。危なっかしいわ。ねえ、これちょっと帰ろう。帰るときに、ちょっとこれ、はい、選手にやって。柳さん、補給アップ、いいね、エラーしない。やばいよ。で、これで、ちょっとハテナ、じゃない、パワー強化。はい、で、宝箱、はい、来いや。パワー超人伝、パワー C の、ちょっと総力。で、これで、残りのステージ5は宝、もう、プロ入りで楽しみましょう。ラスト、ステージ5。どうだ？あるよね、プロよりカード。改めて確認。実はなくしてましたとかってね、それ結構シャレにならないですからね。
これ選手はこれ、あーどうしようかなこれ。いや、これはこっちか。減少。まあいいや、ここでじゃあ守備上げちゃって一気に。D。カレンさんどこに来る？大丈夫か？これやる気がな、校長とかだったら嬉しいんですけど。3。ほい。おー、で？これで、あーこれな、体力があればな、プロ入りカードがあるから楽しめるっちゃ楽しめるんですけど。残りは、パワーか肩かのどっちか。これパワーはパワー、強化も持ってるしパワーでいきますか、最後は。おい。4も上がるんだ。普通の状態で絶好調だったらどれだけいいことか。どうなんだろうこれ、再現できてるかな本人の。ちょっと見てみましょう。おい。なんか多分これより高い能力な気がする。ムネリン。一応ちょっと見てみましょうか。設定。ホークス。1軍だよね。あれ？まさか2軍の方か。どっちだ？あれ？ 2017 にアップデートしたんで、いるはずですけどね。あれ？俺見逃したか今。ショートと、福田か、あれ？もしかしていない感じ？今宮、だって。あれ？俺もしかして何か、何かどっかしらで間違えたか？その選ぶの。ムネリン。あ、OB で見ればワンチャンいないか？それは。フリー。あー、ダメだ。オリジナル。違う。サクセスも違う。あれ？ファイターズか？もしかして。いや、そんなわけねえよな。あれや、ムネリンいない？もしかして。川崎ムネノリ。え？川島じゃないもんね。だって川島けど元ヤクルトの人でしょ？だこれも違う。ありゃりゃ胸、川崎、いなーいつ。なんでだい？ここ、なわけねえよな。OB だって、これだって、監督たちでしょ？ほんなあれは違う。あれ？おかしいな。まだ、だからアップデートでは入ってなかったのか。ちょっとごめんな、だとしたらちょっと申し訳ないけど。じゃあ、とりあえずアップロードしておきましょう。まさかの走塁 B っていうのは、だったら走力 C ぐらい欲しかったな、気持ち。でも、割となんかね、あと、ムードメーカーとかなんかそういうの欲しかったかなっていう気がしますね。まあ、そんな気がして。とりあえずアップロードしておきましょう。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。というわけで、次回も楽しみに。じゃね！最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。